今日も前髪作るのに苦戦しました。もう何回やり直したか分からへんぐらいやり直しました。今日も前髪なんかさ、寝るときはね本当にまっすぐで綺麗になってるんですけど、起きたらね癖でねもうビヨーンって絶対めっちゃ曲がってんの。ここでね分かれてこっちむっちゃこうなってんのよ。もうそれをさ直すのに必死で必死で、そう今日も頑張って直しました。とさじゃん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 。火曜日からもっと寒くなるよだって。マジ？いや本当にさ握手会の服どうしよう。19なんですよ12月はね。でさうちさ着ようと思ってる服完全に秋服っぽい感じの服なんだけどさ、いやもうワンチャンそれやめようかな。どういたそうかしらね。ねえ本当にどうしよう。なんかさ今日服が白いからさすごい顔暗いんだけど、なんかあのなんて言うんだろう、なんか光の加減的にね白い服着ると黒く見えるんだよな顔が。なんか顔の陰影が深くなっちゃうからちょっと待ってとか言いながら今日白い服着ちゃったんだけど、で逆に黒い服着るとあの黒い服着ると逆にあの顔がめっちゃ光る、なんかゆりなちゃん神々しくなっちゃうみたいな。あでも別に暗くないねそんなに。あ逆めっちゃ明るいやん。やっぱなんかこうさ自分的に目で見てる映像っていうか絵面とこっちでショールームとして見てる絵面ってやっぱ違うね。なんかこっちだと結構明るそうに見えるんやけど、このねイリナが見てる画面で見ると多分分からん、光をもろに目に食らってでタブレット見てるから、もしかしたら目のなんていうの目の眼球的にそういう風に見えてるのかもしれないね。ね、なんかうちから見るとさやっぱ光をさもりブーンって食らうから目にねすごいなんか暗く見えるっていうか眩しいって感じなのこっちからすると。でもこっち目を見る限りなんかそんなことはないですって感じやね。うん、じゃあいっか、じゃあいいやじゃあいいです。よきよきよきかな。何の話してたっけ。うーん、あそうゆうなさプラメさ送ったじゃないですか。今日寒かったからさあのちょっとスーパーまで防寒して行ったんだけどさ、でさあのよくあるやつはさここまで閉めたのでさ、マスク戦闘機けんってマスクしとったんだけどさ、なんかのアニメに似てるよねって言ってさあの言っとったんじゃないですか。私がね言っとったじゃん。そうしたらなんか結構共感を得られて嬉しいわ。私は755呼んでるとね、そうさっき呼んだんやけどなんかこういうキャラクターおるよねって言って、そう写真載せなんか ねおりそうって。だからよく絶対アニメのキャラクターで絶対口隠してるか明確してるかっていうキャラクターって絶対いるじゃないですか。でもうちの場合は口からこことかね隠しててんけど、でベストジーニスと似てるねって打ったのメールに。そしたらコメントでも確かに似てるってコメントもらったから、やっぱ似とるよなと思って言うのは嬉しい。やっぱ似とる、あ、間違えた、ちょっと待って、間違えた、やっぱ似とるよなね。うーん、まあでもあれで似とるやろとか言ってベストジーニストファンの人がいたらちょっとマジでごめんって感じで、一応謝っときの謝っとる文も書いてみた。うんうん、そうそうそう、演奏やろ、やっぱそうやんな、ほら似とるってコメント、コメントっていうかこっちの755のコメント、やっぱそうよな、ああいう人っているよね絶対。とかなんかよく昔思っとったんが、それこそネックウォーマー、中学生の頃ネックウォーマーやってんか、
で、それでこう寒いけんさ、この辺まで隠してたんよ、投稿するときにね、寒いからって言ってこの辺まで隠して投稿すんねんけど、冬とかなんかさ、そういうのはさ、それこそさ、かかし先生とかさ、こうじゃん、かかし先生もなんか絶対そういう目か口を隠してるキャラクターってやっぱ結構多いなっていう風に思った思ってありましたし、逆にね、まあ普段目をこう目を布で隠して歩くことってないんだけど、自分はでもなんかその逆を言えばさ、なんかそれこそね、五条先生とかも目隠してらっしゃるし、あとあの永遠の消防隊に出てくるさ、敵のさ、なんかこの辺まで王冠かぶってる女の子とかさ、目隠れてるからさ、やっぱさ、口か目隠れてるキャラクターって多いねんなって思った。特にこういうなんて言うんだろうな、現実味のない感じの漫画ではやっぱ多いんやなっていう風にね思った。ブリーチでもそういうキャラクター出てくるし、うん、やっぱどの番組じゃないわ、どの漫画にもやっぱそういうキャラクターっておるよなとかって思ったしね。そう、あね、割かし強め、確かに確かに、それはね、おるから、なんか結構 いるいるやな、いるいる、あるあるなんて言ったらわからんけどもさ、やなと思ってちょっと写真撮って送ってみたんだわ。まあプラマイはこんな感じで結構割かし緩め、思いついたものを書いて思いついたことを送ってるっていう感じだから、まあもし私のプラマイ撮ってない人がこの中にいらっしゃったら、まあぜひよかったら撮ってみてください結構なんか普段だと絶対送らなさそうな感じの写真もね、結構送ったりとか、それこそすっぴんも送るし、なんか変なポーズではないけど、普段だと絶対バリバリにこうやってで撮ってる写真しかさ、普通は載せないじゃん、インスタもツイッターも。なんだけども、結構普通になんか、要はなんか、なんで撮ったんだその写真みたいなのもなんか結構あのね、載せたり、結構ゆるいですねプラメはね、ゆるゆるな感じで送っておりますので、ぜひよかったらそういう写真も撮ったりとかしてます。いろいろですねやっぱり、まあ、せっかくね、だってそのプラメ撮ってくれてる人との何かがやっぱあった方がいいかなと思って、やっぱ撮ってくださってない方、なんて言ってね、有料と無料のやっぱ有料では見えない普段のそんな感じを、やっぱり、あ、無料では見れないそんな感じを、有料のね、せっかく撮っていただいてる方のやつでっていう感じで、あの、伝わってんのかな、ちょっと本当に語彙力なさすぎて笑ったって感じ。そんな感じです。イエーイ伝わってるって、そう、なんかよかったね、なんかね、そう、なんか、まあちょっと私がその送ってるさ、本数的な問題で、そのなんか他社と比べたことがないからわかんないけど、その他のメンバーがどれだけ送ってるとか知らんから、そのなんか多い少ないとかちょっとわからんけども、でもゆりなちゃんわりかし送ってくれる方だと私は聞くのだが、さあわからないけど、そうね、家にいるとメールの内容考えるのも大変、ちょっとその通りです。やっぱり仕事あるとその仕事について書いたりとかできるんですけど、例えばレッスンとか、今日はレッスン頑張るとか、なんかまあレッスンであったことだったりとかも書くんだけど、家で基本的仕事なくてずっと家にいるとやってること一緒だから、基本的に寝て食べてテレビ見てショールームして寝て、あ、食べて朝みたいな感じなので、そうネタはね、ちょっとね、このね、やっぱ仕事のない期間は収集は結構大変だったりもしますね。うん、そう、あと最近は結構プラメのネタで言うと、夢を最近見ることがすごく多くなって、で眠りが浅いのかどうなのか分かんないんだけど、起きる寸前に見る夢、そう
とか結構最近夢を見ることが多くて、だから結構こういう夢を見たよみたいなのをプラメで書いたりとかしてるかな。そうね、そう、覚えてないものは覚えてないから書けないけど、覚えてることとかだとね、やっぱ起きる直前まで見てた夢とかだと、まあまあ深くは覚えてないけど、こういう感じの夢やったみたいなの覚えてるから、そう、最近夢見るの多いから、その夢の話書いたりとかしたりするかな、私は結構。うん、そうそうそう、そんな感じかな結構ね。まあわりかし少なくもないし多くもないと思う。私ちょっと標準がなんぼかも知らんし、まあみんながどれだけ送ってるのかも分からんけど、結構送ってる方だとは言われますね。結構まあそれもね、私以外撮ってない人は分からないと思うんですけど、ファンの人で。まあでも私だけしか撮ってへん人なんてまあめったにおらんと思うんで、多分みんなだったら分かると思うんですけど。ユリナさんにビンタされた夢を見た？ねえ、なんでそんな暴力的なの、ユリナ。怖いんだけど、うちそんな暴力的じゃないよ。嘘でしょ？やだー。やだー。ねえ。びっくりかな。本当に一日中仕事でみたいな。ちょっとね、今までね、仕事あったら3通とか5通とか送ってたんだけど、最近ネタがなさすぎて2、3通なことが多いけど、そう、ネタがあればたくさん送ってるって感じかな。うん、やっぱね、せっかくね撮ってくださってるものだから、しかもお金を払って、他のね SNS はね無料だし、自分の意思だから、もうそういうネタがあった時につぶやいて、ない時はつぶやかないことが私は多いんだけど、逆にやっぱりね、そういうなんかせっかくね無料ではないものをね撮ってくださってる方にはね、ちゃんとねした方がいいなっていうのはこうありますけど、ちょっと最近ツイッター動いてなさすぎやけど、なんかツイートしないとね。何ツイートしようかなって感じ。なんもないんだよな、することが。ツイッター、私のツイッター、クリスマス写真とクリスマスボックスないんだよね、最近ツイートすることが。何も、なんだろう、なんか何かをしなくてもいいのか。あ、そうだそうだ、あれをツイートしようと思ってたから、またツイートしておく、気が向いたら。はっはっはっは。インスタもね、そろそろ投稿しなきゃって思ってはいるんだけど、載せよう載せようって思ってさ、載せよう、あ、これ撮ったっけ、載せよう載せようって思って、もうえらい時間が経っちゃって、で結局写真とかもさ、どんどん後ろの方に行くじゃないですか、そうなってくると。ってなってくると、何が起こるかって、その載せようと思ってた写真のことを忘れるっていう。そうそうそう、むちゃくちゃあるんですよね、そういうことがね。まあ、この前ね、オンライン話し会があったから、そう載せたんだけど、まあ、その前はなんかよくわからないけど、レセがあるよっつってね、写真
あの載せたの、この寝せがあるよって言った写真全然関係性ないんだけどね。なんかコメントとかでこの寝せあるよって加工でね、猫の耳が生えた一個前のねツイートと同じ衣装着てるやつ、あのいい推しの日っていうので載せた写真と、またその加工違いでフィルターも違うやつ載せたんだけど、なんかコメントでさ、なんか猫の写真載せてるってことは猫みたいな曲があるってことかなみたいな推測しとる人思ったけど、猫みたいな曲って AKB にあったかなとかって思って、まあワンチャン猫っぽいっていうのはウーニャニャとかが猫っぽいんかなとか、あの猫アレルギーとか。でもね、残念、それに関してはね全く関係ないんですよ全く関係なくて、何かつぶやこうと思って、じゃつぶやこうちゃうわ、なんかあの久しぶりにやっぱ投稿ね、あのしてへんかったから、ずっとやっぱ投稿しないとそろそろインスタと思って、それであのあそれ明日レセやわと思ってこれ載せたんで、なんでこのフィルター使って写真撮ったかというと、このねあの衣装を着た時で、この衣装がね小島さんの衣装だったんですよ。そう、小島さんの衣装で、だからあのニャンニャンさんってよく言われてるじゃないですか、だからあの猫の加工で写真を撮ったっていう、そう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 、でそれを載せるタイミングがなくて、ずっと載せてなかったのこの写真を、だからあのこのタイミングで載せようと思って載せたから、基本言葉と写真は全く関係ないっていう、うん、全然関係ない。なんかすごい深読みしてくれてた人もいらっしゃったっぽかったですけど もう全く関係なかったそう、全く関係なかった。でその次がオンラインお話し会の写真よね、うん、このチャ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 って感じの、チャ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 っていう感じのね。せやろ、どうやってしたらこういうおしゃれ女子になるんだろうね。なんかうちのインスタ見ててもすごいまとまりないしさ、おしゃれでもないしさ、なんか何したいんかがわからないよねインスタで考えときゃよかったと思って、もうねここまで来たらね、いいや自由に載せようと 思いましたね。結構インスタのやつでもさ、なんかフィルターの統一感、例えばピンク系だと全部ピンク系にフィルターかけてる人とか、なんかそういう統一性ある人多いけど、私はちょっとあのインスタとか SNS 音痴すぎて、そうこう SNS 音痴すぎてね、なんかねあのまず始めた時にその SNS を一切知らなかったんですよ。そうだからどういう感じなのかっていうのが真面目に分からなくて、でとりあえずなんかこうオシャンティーな感じに縁加工で載せてみたりしたんですよ最初の方ってね。あの加工してこう縁でやったんだけど、なんか横の写真だとねこう統一感あってめちゃくちゃいいなって思ったんだけど、縦の写真になるとすごい崩れちゃうから、じゃあもう枠なしの方がワンちゃん可愛いな、なんか他のいろんな人のツイートツイッターとか見てねって思って、あのなんだろう頑張ってそうしたの。なんか最初はねわりかし淡い感じでやってたんだけど、フィルターとかも結構最初の頃見るとこうあの淡い系の色みたいな感じなんやけど、その途中で枠なしにしてから結構色が深くなっちゃって、ちょっとダークっぽいっていうか、ダークっぽいフィルター多めになっちゃって、なんかもうえらいバラバラになっちゃってもういいやと思って、もう好きなように好きなもん乗せようと思って、そう私は自由な方向性で行こうと思ってね、もう途中で諦めた。いいのよ、好きなものを好きなように載せていこうと思って、そうもうね、なんかね考えてたんやけど、どん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 なんか横道それて行き過ぎちゃって、ちょっと収集つかなくなっちゃったから、なんかみんなさすごい統一性やってやってるんかな。でも結構バラバラの子も多いよね、わりかしいろんなフィルター使って撮ってる子もいれば、本当に統一してなんかこのフィルターで全部やっていくみたいな感じの人も、なんかかゆよんさんとかは基本的全部ピンク系、こみさんとかもかな、基本全部ピンク系な感じのフィルターで可愛い感じ、全体的な雰囲気
ていう感じがする。でも基本的バラバラの子の方が多いよなって私は思うんだけど、どうなんだろう実際のところ。って感じ。最近はよくインスタを見てる、暇つぶしに。なんか全然知らん人の投稿みたいなあるじゃん、この探す虫眼鏡マークを押すとさ、いろんなさ、あの知らん人のさインスタの投稿って見れるじゃん。なんかね、なんか適当に暇つぶしによく見てる、それ。そうそう。そう、SNS 見るの好き、楽しい、最高の暇つぶしよ。さっさん、さっさっさん。ね、なんかゴリゴリに加工してる人と、もう本当にナチュラルで写真撮ってる人ともいますよね。なんかそんなキメキメなポーズでとか撮ってるんじゃなくて、もうほんまに不意の写真みたいなのが多い多い人とかもいるよね、あのモデルさんとかでも。そうだから、なんかまあいろいろね、なんかそういう何、でもアイドルだから、結構私がっつりがっつりがっつりって感じじゃない。そんなことないか、もうか、でも自分のインスタ見てみよう。まあいや、何も特にね意識はしとらん、結構適当。そう、でもやっぱポーズ同じになりがち、マジで。なんかもうなるたけこうやって見て、なんかあの例えば同じポーズが続かないように写真選んだりするけど、やっぱ結構ね、あのポーズとか写真のポーズはねマジで苦手だわ。うん、そう。であとインスタは結構、まあちょっと最近さ自撮り多いけどさ、結構インスタはねたどりがメインって感じにしてんの。インスタに載せる写真とかは自撮りっていうよりもあのたどり、ツイッターとかプラメとかが基本自撮りやから、インスタはなるだけたどりの方がいいなと思って、たどりでたどりのものをあげることが多いねんけど、そう。でもやっぱりどうしてもそのたどり、なんていうの、たどりできなかった時とかはもう仕方ないから、でやっぱりたどりしてもらうにはさ、まあ自分でさそうやってカメラこうやって三脚に立てて、あのうちいつもセルフプロデュース生写真撮る時にいつもこう三脚立ててたどり風にこう撮ってるんだけど、自撮りなんだけどね、実際はタイマーこうやってやってプシャってやって追いついてプシャってやってんだけど、で撮るか、まあ、あとは基本的にユリナはあのね、あんま私服のプライベートっていうのがあんまりなくてあれなんだけど、まあたどりでなるべくって感じかな、インスタは。そうそうそう、なるべくたどりメインで、でもやっぱりどうしてもそのたどりできなかったりとか、まあ、してあれだったら基本的に自撮りが多いけど、そう、まあなるべくねこうたどりさんでっていう意識はしてる。そう、なんかねこう普通にねプライベートとかでねよく私服とかって載せてる人がいるけど、
なんかそうなるとやっぱ外で撮らないといけないじゃないですか。家の中でさすがに全身撮れてっていうほどの広さはないので、やっぱり私服でってなるとやっぱお話し会握手会とかがやっぱ多いかなと思いますね。普通に撮ってくれる人がやっぱいないとあれだから、その別に人に見せれるほどいいの、別に服買ってないしおしゃれでもないからね。そうなんですよね。なんかもっとねこう普通にそういう風にあげれたらなって思うんだけど、まあまあちょっとあのむずいよね。インスタに衣装の写真は載せないの？え、載せてるくない？私結構衣装で撮ってる写真多いと思うけどな。結構イベントとか何かがあったタイミングで上げてることがユリナめっちゃ多いかも。今日は何々ありがとうございました的な。だって最近ので言うとさ、それこそこの黒白の衣装も衣装だし、のティンカーベルも衣装だし、それこそこのティフの出た時のも衣装だし、これはあの普通に M ステ出させていただいた時も衣装のやつ載せてるし、基本衣装の方が多いんじゃないかな。うちそんなことない？あ、微妙だな。あ、ぼちぼち衣装もぼちぼちあるって感じだな。まあそん時のあのやっぱ衣装が続く時は続いてるし、続いてない時は私服が続いてる。やっぱそん時のあれですね、完全にあの仕事量によります。仕事量による。なんか例えば着たことない衣装を着させていただいた時とかはやっぱ記念に写真撮ってインスタとかに載せるけど、最近みたいに衣装を全く着てないとやっぱ衣装を載せたくても衣装ないし着てないし、そもそもそうだから、なんかその時に衣装を着てでなおかつ着たことない衣装とかだったら載せるって感じかな。うん、あとはまあ撮ったとしても、自撮りとかで撮ったとしても、これは別になんかインスタじゃないなって思ったら載せないし、もうそれを自分のあのなんて言うんだろうな、まあそう、そういう感じよね。そうでもね、インスタのフォロワーが 2.9 から一向に増えない。ツイッターも増えへんくなったし、そうなのよ、一向に増えない。うん、セルフプロデュース写真は今後も続けてほしいねえ。なんかすごい好評だよね。なんかね、いや喜んでくれるならすごく嬉しい。まあ大変だけどね、セルフだから。セルフだからぶっちゃけ大変っちゃ大変ですよ。やっぱりだっていつもだとまあ集まってまあ来るのもからないブチ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 って撮ってもらってって感じ、髪もしてもらってで衣装もあってでカメラマンさんに撮ってもらってっていう感じだけど、セルフだと髪もメイクも衣装も全部自分で考えてみたいな、で撮る状況も作んないといけないから、なんかね誰かがね一緒にやってくれるんだったらいいんだけど、全部一人だと結構大変。そうまあでもある意味個性は出ると思う。例えば写真その今回のクリスマスのにしてもまあ今までのにしても多分個性は出ると思う。服だってみんな違うし、そうそういう面ではね、いいんだろうけどね。まあセルフプロデュースのためにね、こういろいろ買ったりとかね、作ったりとかはね、結構大変だったりする。まあ喜んでくれるんだったら全然いいんですけどね。
ね、セルフプロデュースめっちゃ好評だよね。だからずっと続いてるんだろうけど。うん。可愛いもんね。マジで個性出るなっていつも見て思うもん。うん。ちなみにゆりなちゃんはサンタさんの衣装を着た。衣装っていうかな、あれを着た。コショプリヘ、コショプリヘ先生よしよ。うん、トナカイのメンバーも多かった。うんふん、もういいな。トナカイさんになってるメンバーもおって、おーって思った。私トナカイのコスチュームは持ってなかったからさ、無理だったわ。うん、あ、クリスマスツリーね。残念ながらうちクリスマスツリーないんだわ、家に。そうなの、クリスマスツリーちゃんはないのよ。うん、いや、あってもあっても置き場所ないんで別にいいんですけどね、なくてあった方が嬉しいけど、でもあったところでじゃあどこに置くのって言われたらないです、場所場所ないんで別になくてもいいこれもまた悲しい。いや、それなわら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 、あの折り紙ツリーはあるんですよあの去年のクリスマスに飾ったやつとかかな、背景に飾ってたやつ。クリスマスイブはまた企画やるの、やらないんじゃないかな。イブでしょ、だってクリスマスとかになんかするかもしらんけど、イブはしないかもね。何も考えてない、まだ何もね考えてない。クリスマスはケーキ食べようかなって思ってるんだけど、クリスマスイブはまだ考えてない。そう、やっぱクリスマスにやっぱケーキを買って食べようっていうのは決めてんの、自分で。でもイブはね、どうしようって感じ。まだなんとも。作らんのって何を？ケーキ？作んないよ。作んない作んない。器具ないし、作るための器具がないもん家に。そう、
しかも作っても一人で食べないといけないじゃないですか、全部食べきらんし、いや全然食べきることはもはや可能なんだけども、絶対太るやん、そんなに食べたら、そんなに食べたら絶対太るやん、全然食べきれるっちゃ食べきれるんだけど、だからお店でワンピースだけ買ってこようかなと思ってる。そう、ホールは食べれるよ普通に。ホール4等分してさ、4分の1ぐらいだったら絶対ペロッといけるよ。うん、だったら4日で食べれるじゃん。でももうこれ以上デブになったらちょっとさすがにやばい。それ以上悪くなるとさすがにやばいっすね。食べれないことは全くありません、全然食べれます。だって2ピースってことでしょ、2ピースぐらいでしょ、全然食べれるでしょ。え、みんな食べれない、無理無理、2ピースだよ。さすがに3、4ピースはきついけど、2ピース分だと食べれるくない、食べれません。甘いの好かん人は無理かもね。でも私も甘いの大好きやけど、でもケーキでさすがに3、4ピースはきつい。2ピースだと全然いける。余裕。余裕です。でもね、なんかね、あのケーキの食べ放題とかさ、あるじゃないですか。でもあれはさすがに元は取れないって思った、自分でも。むつごくなってくる途中で。多分2ピース食べたあたりぐらいから、多分、むつごくなってきて、でケーキしかないときつい。なんかしょっぱいものとか間に挟んだりとかあるんだったらいいけど、なんかなんて言うんだろう、甘いものずっとだけで、しかも制限時間あったりとか、それこそ60分とかだと多分無理だな。制限時間がもっと長ければ全然いける。私基本的にあのちまちま食べる人やから、一気にっていうのが無理なんで。そうだからね、さすがにね、そのね、食べ放題行ってみたいなって思うんやけど、元が取れる気しないから、ちょっとお金もったいないなと思って、自分一人では行こうかなって思わんな。こうなんか誰かが一緒に行きたいって言うんやったら全然行くねんけど、一人で食べ放題行くっていうのはちょっとって感じだったら、ビュッフェがいい。ビュッフェ、普通にご飯とかデザートもあるやつがいい。だってそしたらご飯食べて甘いもん、まずご飯食べて、でその後絶対甘いもん食べたいの。私はご飯食べたと絶対甘いもん食べるから、甘いもん食べるじゃんデザート。そしてちょっと何して、でまたご飯を再開するので、また甘いもん食べてご飯を再開するの。私ビュッフェの方が絶対食べれるわ、いっぱい。うん、バイキングバイキングバイキング食べたーい。むっちゃ長い時間やったらずっと食べてられる。そう、基本的にしょっぱいもん食べたら甘いもん食べたくなるじゃないですか。その原理で結構食べれる気がする。まあわかんないよ、女の子は小食の方が可愛いっていう時代かもしれんけど、私はあまり気にせへん。そんなそんな、やっぱりいっぱい食べな損やんって思っちゃうから。そう、ゆいなは、え、そんなんバイキングなんやったらこんな高いお金払ってんねんったら、いっぱい食べんとって、自由なんやけんって
じゃあね。うん。そう。ね、なんかわかんない。そんなあんまり食べへん人がいいんかもしらんけど、ちょびちょびちょびみたいな、もうこれでお腹いっぱいみたいなのが可愛い、可愛いかもね、女の子はね。どうなんですかね。わかんない。わかんない。どうなんでしょう。私はちょっとあんまりその辺のそういう感じのね、あの得意分野じゃないからわからない。結構素直に生きちゃうので何でもかんでも素直でやっちゃうのでね、そういうちょっとこうあの計算というかこうしようという策略は一切考えずにやってしまうねえ。そう、そうでもね、言うてね、あれですよね、きっとね、なんかよくコメントとか、あ、コメントっていうかそのさ見るけどさ、いっぱい食べても細い子じゃないとわかんないなって思った。コメント欄見なんかね、そういう SNS とかのコメント欄見て、いっぱい食べるのがいいって言うけど、なんか結局細い子に限るやんなみたいな感じで書いてあって、そういうことと思って、もうってなったゆいなそういうことと、でも姉ちゃんは衝撃だったって感じでしょ、みんなもうね、だだだねえ、そう、その事実に衝撃を受けてしまった。そういうことって思ったよね。うん、そう、なかなかね、大変大変ね大変だわ。 Oh my god。ゆりなもね、小食ではないではない、うん、朝食ではない。もともとあのね、うまい、あのバブーの時はむちゃくちゃ朝食でした。それこそマジで食べない子でした。あの食べるも、食べもういらないいらないって言ってて、基本的ご飯を食べない子だった。保育園生ぐらいまではずっと。で小学生に上がってでまあその途中からすごい食べる子になっちゃって、食べ過ぎててすごいあのむちゃくちゃぽっちゃりでした。だからすごいぽっちゃりで、中学生になる前にすごい横に伸びたんだけど、その分身長が伸びたんですよ。ね、何センチ伸びたんだっけな、2年間で20センチ弱10センチ、あれ何センチだったかなぐらい伸びたんですよ。そう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 、だから横に伸びたんだけど縦に伸びたから、結果的に。で中学生に入って部活していっぱい食べるんだけど、そうやっぱ部活運動部で週6だったの、部活が。だからすごいしんどかったからむっちゃいっぱい食べたんだけど、まあ登下校も遠かったし、普通に学校遠かったし、普通に運動もしてたから食べるけど消費するので、そこまですごいぽっちゃりではなかったかな。で高校生入ってアイドルになって、でまあなんかまあまあまあって感じ、今に至るって感じかな。でも結構すごいよく言われる、なんかそれこそショールーム1周年記念の時にフラッシュさん、アップトゥーボーイさんかで初めてグラビアをさせてもらった時に、そのなんかメイクさんの人がどういう子かって調べるじゃないですか。
で結構出てくる写真ってその時結構昔の写真が多くて、そのデビューしたて時とか、なんか結構まん丸なゆりなちゃんみたいな時だったから、そう実際に会った時になんかそうそう写真と違いますねって言われたいやいい意味だよ、そう、そういい意味で写真と違いますねって言って、いやありましたね、そうそうそう、そうファンの人にもめっちゃ言われんの、本当にファンの人にも痩せたよねってめっちゃ言われる、なんかファンの人にもなんかデビューした時から痩せたよねって、でもみんな大体デビューした時から痩せてない？基本基本ね、みんな痩せてるよね大体はね、あと大体みんな身長めっちゃ伸びてるし、うん、そうファンの人にもね、なんかデビューした時はもっと丸かったよねとか、もっとちょっとぽっちゃりしてたよねってめっちゃ言われるわらわらって感じだね、そうっすねわらわら、私基本的に丸いんですよ顔は、マジマジアンパンマンみたい。そうなんですよ。なんかね、もっとね、鋭角な三角形になりたかった。伝わるかな？鋭角な三角形になりたかった。なんか丸いじゃなくて鋭角な三角形、そう、うん、なんかなんて、あのまず顎ってなってて、こう顎ってなってて、もうここもシュッってあのなってるになりたかった、なれなかったけどさまあでもね、骨格はね遺伝だからね結構、うん、とかなんか丸顔でもなんて言うんだろうな、ここは丸いんだけどもうここがシュッってなってる丸顔になりたかった、あの分かるかな、丸い顔でもほんまにこの丸やなくてこういうこんな感じの丸、こう顎ね、ここ顎こんな感じ、丸顔でもね、なりたかったなと思って、だってそっちの方が絶対可愛いもん、可愛いし美人の人は結構三角形の人 多いイメージ、私のイメージね、勝手なイメージ、可愛い系の人は結構丸顔の人が多いイメージで、綺麗な人は三角形が三角形なイメージ、なんかそれこそ顎しっかりあってこの辺とかもこう結構シュッとしてるイメージがある、勝手なイメージの方がなんか美人って感じがする、うん、そう、まあ、勝手なイメージだけどね、そう、いや絶対横毛ないとか無理だもん、
そうそうそう、うちはもう顔隠すのが基本的に絶対条件だから、あのよく本当にそれこそすごいなって思うのはもう前髪しかないみたいな、で全部耳にかけてるとか全部上げちゃってる人とかマジで尊敬する。あ絶対無理だもん、横毛ないと本当に悲しい。えだからさ、なんかさ、それこそ AR、 みんな多分 AR アプリ遊んでくれてる人は分かると思うんだけど、なんか AR って横毛がねダメなのよ、あれあのシステム上の関係でその横毛を出しちゃいけないから、そのあれでも全部こうやって耳にかけてで、ま、前髪をあんま目にかかないようにみたいな感じであのやってんの、本当にやばいそれすごい、もう本当にすごい嫌だった、すんごい嫌だった。顔が出るのがすごい嫌なのうち、顔は隠してなんぼやから顔は隠したいの私。そうだから横毛は絶対欲しいし、だからファンの人の前に出るとき絶対うち横毛ないってことマジないっしょ、絶対あるのよ、そう絶対あるの、もう絶対ないと無理、真面目にないと本当に無理。そうそう、あの基本的に自分の顔は好きじゃないから、そう隠していきたい、隠していきたい。もうなんならこことここでいいんじゃない？うん、綺麗。そう。いやー、マジ。まあでも基本人間コンプレックスの塊ですよね。私さ本当にさよく言われる、なんかアイドルになった時点で自分のこと可愛いって思ってたからでしょみたいな、自分のこと好きだからでしょみたいな。でもアイドルはねそっちの方がいいんですって、自分のこと可愛いって思って自分のこと好きなナルシストちゃんの方がいいんだって。やっぱり自信が顔につながるから、なんかメンバー見ててもやっぱり自信が出てきてる子とかって結構顔にさ出たりとかするじゃないですか、それこそそうだからあれなんだけど、私はマジでコンプレックスの方なのに自分の顔可愛いって思ったことマジでないし、ネタとかではね言う時もあるけど、まあ、本心から思ったことない。そう、あとずっと可愛いって言われてる人みたいな、メンバーとかスタッフさんとかにも絶対可愛いって言われ、ずっと可愛いって言われるじゃん、何しても可愛いみたいな。私言われないから余計になんだよな、きっと多分人からなんか可愛いね可愛いねって言われてるとさ、なんか可愛いってなるじゃん、自分の可愛いってなるじゃん。けどね、人からね別に可愛い可愛いって言われんからさ、なんか余計にやっぱ自分は可愛くないんだなって思うもん。そうそうなんですよね。そう
とはなんだ。うちだからたまに褒められるとマジでどうしていいかわからんの。だから普段さ褒められることがないから、なんかなんとかだよねとかって言われるとマジでどういう反応すれば正解なのかわからんすぎて、すごいええみたいな感じになっちゃうのよ。ええみたいな感じになっちゃうの。そうね、むずい。そう、慣れてないから反応の仕方にすごい困る。ええみたいな。そうそうそう。そうなの。って感じ。難しいよね。メイドキンさんに行ってみようだって。メイドさんね、私メイドさんになりたかったのよ。可愛いから。そう。そう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 。メイドさんにね、なりたかったのよ。昔時、可愛いものが好きだった。ない、行ったことない。メイド喫茶行ってみたいんだけどな、一回。そう、一回めっちゃ行きたいのよ。そう、めっちゃ行きたい。絶対かわいい。女の子でも行く子いる。いやー、いるでしょ。いるいるいる。え、だってメンバーとかでもね、メイドさん好きなメンバーも多いですし。そう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 。でもやっぱメイドさんといえば秋葉が一番あれなんじゃないですかね。こうなんていうの、本店感があるんですけど、どうなんですかその辺皆さん。私は秋葉をうろうろしたことがないのでわかんないんですけど、やっぱ秋葉とかはメイドさんとかそういうイメージがすごくこうなんていうんだろうな、あるんですけど、なんかね、行くならね、やっぱ行きたいんだけどね、ちょっと秋葉行けないからね、残念。そう、行きたいんだけど行けないんだよね。やっぱ本店見たいじゃない。うん、なんかたくさんメイドさんがいるイメージ。なんか結構よく道とかでなんかメイドさんが立ってて、なんか来ませんか来ませんかみたいな感じでたくさん秋葉は言ってるのをよく見るから、なんかいっぱい秋葉にはメイドさんのお店があるんだなって思った。うん、そうそう。寒そうっていつも思ってる。そう、寒そうだなーって見てます。特にこの季節は寒そうだなーと。ね、本当に大変そう。面倒さん可愛いけどね、その裏はきっと大変なんやろなって思ってます。私は
あ、メイドさん喫茶にもたくさん種類がある。へえ、じゃあこういう喫茶店、ああいう喫茶店っていうのがあるんですね、きっと。確かにたまになんかこういうメイド喫茶が今なんか注目を集めてますとかで、たまにニュースとかで取り上げられてたりするよね。こういうメイドカフェが今あるんですみたいなとかね。いやー、世の中には可愛い子が本当にたくさんいますよね。なんだか SNS とか見てても本当に可愛いなーって思ってる。なんか逆にもったいないよね。こんな可愛いのにさ、一般人なのかって思うとさ、ほんともったいないね。マジでほんとに、いやーすごいわいやー、あの話、ほんで何の話してんねんな。もうよう分からん、自分もよう分からん、何の話してたよ。まあたわいのない話で、いいなー、甘いもん食べたくなってきちゃうわ。寒い、ほんと寒いんだけど、もうこたつが友達すぎて、あーダメマジで。なんかすアハータンがショールームしてる。なんか小さな国チャンネルさんさ、すごいいろんな8メンバーじゃない、また間違えた、 AKB メンバーがたくさんね出れて、しかもあれすごい楽しいからいいよね。うちまた出たいんだけどとかね、わがあの言うだけ言ってみた。いっぱい出てるよね、いろいろね、すごいメンバーがたくさん出てるイメージ。あ、充電できてる、こっち充電しようと。今日は佐藤みなみちゃんです。また変わってるんじゃないでしょうかね、ところどころ、きっとね。あ、ゆずちゃんもやってるよ。結構やってますね、みなさん。やばいよ、やばすぎる。おくびました。くしゃりが出た。
え、ねえ、なんかくしゃみ出たわ、家の自分今。え、ゆりなんいつも暖房入れてますよ。こういうのめちゃくちゃ暖房入れる。暖房なんでも暖房入れるとな、すぐ暑ってなって切っちゃうので、また寒くなってかけてって、もう電気代バカにならんから、そんなこと言ってた。そうそう、最近控えてます。朝とかはつけてるけど。薄着だね。え、トレーナーだよ。しかもこれ裏肝やし、ほら全然薄着ちゃうけど。そう、でも寒いのは確かよ。寒い。ホルモン取ってこようかな。いやー、ダメよ、ほんとに。悲しいわ、寒すぎて。ペラペラなんでした。なんでこのペラペラ持ってきたんやろ。まあいいや。あんまね、家の中で厚着するとね、あのあれしちゃうのよ、肩凝っちゃうから。でも寒いと肩凝っちゃうよね、逆にね。いやー、寒いでした。はあ、いやでもこの一枚でだいぶ違うよ。最高。あったかい。じゃあ、なんかあれかな、これ茶色になったからちょっと見た目変わった。あんまり明るさというものは変わらないの。変わらないっぽいですね。ダン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 。あ、危ない。やばいやばい。AKB じゃないもん、歌よと。しかもな、別に AKB でもなければ何かでもない歌を歌ってた。何の歌を歌って、何歌うとする。今ね、なんかイナの頭の中でくるくる回ってるのはね、コナンくんのね、オープニング、むっちゃ昔のオープニングテーマ。それなんていう曲名かもわからんけど、ワンフレーズだけがひたすら頭の中でリピートしてます。そう、なんかなんなんだろうね、この曲のタイトル。タイトルも分からんし、歌ってる人もちょっと分からんわ。全然分からない。え、ラムの正体分かったらしいよって。うせやん。そうなん。
めっちゃ声でかくなった。うるさ、自分。ラムの正体わかった。え、なんでなんでなんで、え、そんなん言ってたっけ。え、アニメでそんなこと言っとったっけ。知らんわ、ゆりな。そうなんや。誰だったんだろう。あ、原作か。原作読んでないからな。ちょっとアニメやからダメやって言わんといて。アニメ勢やから言わんといて。まだそこまで言ってないよ、きっとアニメさんは。気になるやん。でもさ、今知ってしまったらもうその人が出るたんびにその人が、ああこの人ラムなんやって思って見ちゃうやん。そしたらもうダメよ、楽しみなくなっちゃうから。先入観で見てしまうじゃない。ああこの人がラムかー、へえって。嫌じゃないそれ。ちょっとそりゃ悲しいからね。あといつになったらそれは見えるのかしらね、私たち。トゥ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 、ね、気になる。でもさ、結構さ、不意なネタバレって多いよね。結構思うんだけどさ、ね、そうなの。不意のネタバレマジでやめていただきたい。でもさ、気になって見ちゃうのよ本当に。なんかってなっちゃうけど、ね、見て、ありがとう、連動してるよ。ハンハンハン、なんだこれ、なんてものだっけな、のヤシャ姫、なんちゃらかんちゃらのヤシャ姫、犬ヤシャの子供の話よ。やってるわ。なんでトレンド入りしてるの、わからないけど。汎用か、ふむふむ、そういうものですね。あ、今日放送日やったんや。あー、そういうことか。それはすごい、放送日にそうやってトレンド入りするなんてすごいですね。
なんてこった。そんなし。お腹が鳴ってしまった。お腹が空いたのね、私は。タタ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 後で見よう。何の話なんやっけな今回。コナンくん。ちょっと忘れてしまった。1週間前のことは忘れてしまったよ。そう、毎週録画やからね、基本的に録画し終わってから見るので、あんまりね見てない。ちゃんと曜日とかもあんまり分かってない。基本的全部毎週録画なんでね。基本的録画見たら、あ、撮れてる、見ろ、見ろだって、見ようって感じの人なので、なんかいつ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 何々があるっていうのはあまり把握してません、基本的に。あ、撮れてた、見ようみたいな、だいたいそんな感じです。レアタイで見ないんですか？そうですね。あんまり見ないですね。あんまりテレビついてないから。そうだな。夜になったらついてるけど、こういう時間はあんまり一緒だって。こういう時間基本ショールームやっとるけんさ、自分見れないじゃん今とかさ。やけんね、あんまりね、昨日はクイズ見てたよ。最近クイズ多いね、テレビで。この間もクイズ見た気がするけど、あ、またクイズやっとるわ。たまたまピッてつけたらクイズやってたから、クイズ流しちゃった。頭良くなりますかなー言うて、ね、やっぱ最近多いよね。ほら、最近多いねってコメントがある。最近多いよね。ブーム、ブーム、クイズブームですか皆さん。うん、ふーん、すごいね。そういうブーム、そういうブームなんですねきっと分からんけど、どんなんやろ。でもようやっとるってことはそういうことや。
でもいいよね、見てる人も頭良くなりそう。みんなで一緒に頭良くなりましょうってことなのかしら。でもね、分かる分かる、なんか何やろうって考えてて当たった時の嬉しさよ。待って、うちもめっちゃ賢いやんってなるけど、まああんま当たらんけどねあんまり当たらないけど。小島さん歌ってみた動画出してたね。それな、そうなのよ、出してたね。なんかちょっと見たよ、さっきちらっとツイッターってね、あげましたみたいなのやってたから見た。あ、すごい、何歌ったんやろうね、小島さん。 AKB の曲かしら、ちょっとまだ見てないけど。音楽番組は見ないの？だって、微妙。見るときは見る、見ないときは見ない。つけててやってて、おーってやってるやんってなったら見る。そう、そうなの。だから見るときと見ないときがある。つけてやっとったら見るけど、やってないと、わかんない、タイミング。そうだよ。なんかありますか皆さん。ルルルーってラララーって、ちょっと歌える曲も何もないからな。タッ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 。あくび出た、失礼。この前ゆいがテレビ見てたよ。それな、でもそれやってる時ゆいながっつりショールームしてたんよ、その時間帯。そうでゆいのツイッター見て、そうなの、って感じでしょ。あ、そうだ、これを忘れていたよ、みんな。よくじゃーい、きゃ、あんなクリスマスボックス、何が入っているかな。あ、目がよい、オープン。ち
なみに昨日は11日だってね。結局昨日はこちら同じグミが入っておりました。これグレープとオレンジ味でした。そして今日はオープン。お、今日はなんと、あーこれ好き、チロルチョコでした。しかもこの味大好き、ゆりな。ドゥ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 ーン、イエーイ。いやー最高ですね、これは。後で美味しくイーティングしたいと思います。タンタン、イエーイ。いやー最高だ、チロルチョコ。チョルチョルチョル、チロルチョコもいろんなのあるからね、あの味とかがね。そう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 、いいよねマジで。首痛。よし、首がね痛かったから。そう、昨日のねグミと一緒にね食べたいと思います。食後のデザートでイーティングしたいと思います。ね、そうそう、10分ぐらい。指長いんだよね。指が長いんじゃなくて手がでかいんですよ。指は長くない。手がでかいのよ。ほほほほほほほ。クイズ。クイズないよ、なんも。クイズなんもないわ。ちょっと今用意がない。クイズさんの、なんかあればよかったんやけど、ちょっとストックというものが存在しない。なんか作って。え、何も今思い浮かばん。何なら逆に答えたいレベルなんやけど、自分が。四国ラジオで、リセンとゆきちゃんが香川行きたいって、秩父ヶ浜行きたいって。嬉しい、やったー、ありがとうございます。ありがとうございます、おかしいけど、ちょっと嬉しい。やったね、綺麗だもんね。みんな見た、この間あげたストーリー。いや、あれマジで写真みたいやない？ほんまに綺麗なパッケージなのよ。中のね一個一個もね、あのちゃんとその写真とかがね載ってて、無地とかじゃないのよ。そのパッケージになってた写真と全く同じのがプリントされてて、そう、めちゃくちゃ綺麗だった。あれ綺麗よね、あのお土産ね。まあぜひみんなも見つけてください。
ね、チョコのね、チョコ味のパイみたいな感じだって、すごい美味しかったよ。味も最高でした。うまし。ベースもやってください。ベースね、ベースね。いや、やりたい気持ちは山のようにあるんですけど、とか言ってちょっとまあ微妙やけど、なんかね、私基本ベース練習するときさ、もう普通にこうやってさ、携帯から音流してね、まあ弾きながらやってるんやけど、それができないんですよ、ショールームは。だからそれができないからちょっとむずいっていう話。そのね、こうショールームで普通に音出してよかったたんやったらさ、音出してさできるし、そしたらファンの人も音楽聞けるし、元音聞けるし、ベースの音も聞こえるからいいねんけど、それができないからベースの音だけ聞いてもつまらんやろ。わからんって言われるし、みんなにも。確かにわからんよね、自分もわからんもんだってそうだからね、そう、そうなんですよ。そういう問題がね、生じるんですよ。どうしても。そう、ショールームのね、アプリ上ダメやからね。カラオケでも流せたらいいんやけど、カラオケ流すとベースの音聞こえなくなっちゃうからしちゃダメなんですよ、っていう。そのむずい、環境がむずい。そう、まずもともとここで音を流すことができないんです、そもそもショールーム的に。そう、なんか元流せるのはカラオケしかないんですけど、カラオケさ、あのなんだっけ、ほら有線、なんていうの、ケーブル、あれしないと、そもそもあれ、それも発動しないからできないんですよね。そうなんです。だからそこが問題なんでね、ちょっとできないんですよね。そうそうそう、コメント止まったんだけど。あ、動いた。そうなんですよね、ちょっとね、むずいんだよね。そこがね、そこさえできれば全然いいんだけど、まあ下手くそやけど、めちゃくちゃベーシックだね。そう、いや別に騒音じゃなくて、そもそも音が鳴らせない問題。そこなのよ、一番はそこなのよ。もう何よりもそこよ、音楽が出せないのが一番きつい。普通にだって長さんと分からんじゃん、何弾いとるのか。そもそもなんかそれなんですよね。いや、なんかそのベースで弾くってなると、まあその前やった時はなんていうんだ、 Bluetooth で音を流して弾いてたんですけど、それで歌いながら弾くとね、何が起こるかって、こっちで片耳でその Bluetooth で音楽聴いてます、歌うとさ、声がさ
声がこう聞こえるわけじゃないですか。そしたらベースの音がね聞こえづらいのよ、めちゃくちゃイヤホンしてると。そうだからすごいバランスが取れないの、全部の音が中途半端にしか聞こえないから、そうすごいバランスが取れなくて難しいのよね私は。だからいつも家で練習するときはもう普通に音楽をそのまま携帯から流して弾きながら歌うっていう練習をずっとしてたんだけど、そのレッスンのねバンドの時まではずっと。そうだからそれができないからショールームは。そうっていうね、そういう問題があるんですよね。そうっていうね、な感じだからね、聞きたい気持ちはあるんだけどもちょっとね、そうなんですよ、ちょっとね、それはもうどうにもならんですからね、私が頑張っても。ピエーンって感じでしょ。そうなんです、それこそピエーンって感じなんですよね。そうよね、そうよね、そうだね。なんかちょっと結構厳しいね、どっちかっていうと厳しめの方が強めかもしれない。首がバキッて折れた、首がブキ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 、よいしょ。はい。で、なんだっけ。で、なんだっけ。練習何話そうかなだって、いや何話しますか、ちょっとネタ楽しみにしてます。なんかあります、やってほしい、今やってほしいって言われても何もできんけどね、言うてそんなん言うなって感じやろ。いや、なんかあれかなと思って、皆さんのご要望に致し方何かあればなあ思っただけですけど、できるものの話をしたい。ドボンね、ドボンね、いいよ。
円滑に一人で勝ちたいんだけど。よし、じゃあ7分からやろうで、みんな7分、あと30秒。7分、ダチデテドードド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 ド、あ、間違えた、ドボンシーテバス、どうだ、私のファンの人何分いますかね。もう全然やってない。うわ、うん、え、間に合った人いるよ。だってゆなのファンの人今2人いるもん。イエーイ。コメント見てますよ、もちろん。コメント見ずに何を見てるんだ。私はコメントを見ている。ちなみに何の歌、星空を君に、ブブーちゃう。さあ勝てるかな、微妙ですね。持ち札めっちゃ多いもん自分。ドボンされた、最悪、ドボンされた、ビリビリビリ。じゃあみんな11分からやります。よしな、あと30秒の間にガチャガチャ引こう。はい、出ません。
おおちなみにさっき歌っとった曲は何やったと思う？みんな私が鼻歌をしていた曲は私が好きな曲です。そして私がよく歌う歌です。ちなみに AKB ですよ。そしてよくカラオケでも歌うし、猫舌ショールームでも歌います。そしてちなみにこちらの曲は終わった。あ、ゆいなの勝ちや、イエーイ、ありがとう。ちなみにこの曲は私が好きなアニメの主題歌を担当されておりました。さあ何でしょう、むっちゃヒント。じゃあ次皆さん13分30秒からいきます。13分30秒から次はいやもうこんだけやったら分かるんとちゃう？私のファンだったら曲もよろしく。曲名をどうぞ。曲名を言ってくださいね。誰も答えないですね。ぜひ曲名を当てていただきたい。私は正解です。ピンポンピンポン。もう歌ではなく完全にヒントで当てた感ありますね。図星やろ。どうやってドボンしてんの？え、携帯でドボンしてる。正解はフレンチキスさんのかっこ悪い I love you でした。ちなみに主題歌というのは、スケートダンスの主題歌を担当、あの主題歌っていうかあのオープニングだよねをね担当されてたんですよ。猫舌ショールームでも私よく歌ってましたね。よく歌います。はい、と分かった。みんなすき、私あの歌デレデレデデ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 デかわるい I love you タタタタン。音好き、いいよね。ちょっと地味にキー高いんだわあれそう、地味にねキー高いんです。
なんて好きなんて言えないじゃん、あの日の僕は。ちょっと高いよね。ゆきりんさんやからキー高いイメージしかないわ。ゆきりんさんの歌全部キー高いもん。そうっていう私のイメージなんだけど、どう？サビ高くない？だって好きなんて言えないじゃん、あの日の僕は。高くない？ A メロとかは低い。君と最初会った時嫌な感じだっただろう、僕は髪が決まらなくてちょっと不機嫌だった、周りの友達は慌てて何かギャグを言ってたよね、もっといてほしかったから、君と僕はそう向いた。しばらくしてから少しずつ君って意外に僕のタイプだったけど、ね、サビ高い。 A メロ B メロは高くないのに普通ぐらいの、急にポン。ゆきりんさんのショートケーキ好き？のも好き。でもね、むちゃくちゃね、キー高い。ショートケーキの上、ラララララ、二人でララララララ、どこをしたとか高いな。周りの友達が結婚し始めて、やめてね、ラララララ、今になって思ったよ。好きと言えたら楽なのに、ラララでいいとずっと、ラララララ。高くない？出ないんだけど、うち。ゆきりんさんの歌は全体的に全部キーが高い。そう、あの横山由依さんのもなんかキー高いイメージなんだけど、うち。あの月と水鏡もなんかキー高い気がする。月と水鏡どんな歌だったっけな。どんな歌だっけ。まあまあねえのがめっちゃ高い。ねえ、出ないんだけど、うち。あのね、ゆきりんさんも横山由依さんもめちゃくちゃ歌声が超綺麗っていうイメージ、私の中で。お二方はすごく歌声が綺麗。マジで歌うまいし、むっちゃ歌声綺麗。好き、歌声。ああいう歌声めちゃくちゃ好き。まあ、歌うまい人好き、基本的に。憧れよね、完全に。完全に、なんか、二人ともすごい高音綺麗な、綺麗な透き通った声っていうイメージ。そう。まあ、基本的にもう、あの、うまくやる、なんでも好き。憧れですね、完全に。逆にハスキーでとか、もうハスキーみたいな声だったり、もうエッジの効いた声とか、もう何でも好きよ。もうそれこそオペラのようなビブラート、おーみたいなのでも好きやし。それこそ癖の強い歌でも何でも好き、もううまけら好き。そう、うん、そうそう。まあね、人によってね、声質が好きっていうあれじゃないですか。それこそハスキーな声が好きっていう人もおれば、その綺麗な声が好きっていう人もおるだろうし。そう、何でもかんでも好き。基本的好きや。フレンチキスさんのはね、猫舌ショールームでも歌ったぐらい好きなんですよね。歌かわいいよね。歌、歌詞かわいいし、とりあえずスケットダンスが好きで、スケットダンスきっかけでフレンチキス、スケットダンスのあの曲が好きで、誰が歌ってるんやろうと思って調べてたら、そう、フレンチキスさんが歌ってて、え？みたいな、そうだったんやっていうね。ちょっと私あんまり詳しくなかったからっていう人だったんですよ。そうだからね、
結構私そっちが多いの、アニメでも主題歌入りに好きになったっていうあのことがすごく多くて、あの歌手の方でも何でもそうなんですけど、だから結構この歌好きやな、誰が歌ってんねんやろから入るタイプの人ですね。まあ、逆もたまにありますけど、ソレンチキッさんの曲は好き。でもね、いつもあそこが難しい。出ない。だっていいよね。好きなんていないじゃん、あの日の僕は。よし、じゃあ22分10秒からドボンやろ。22分10秒から。あの日の僕は恋なんかする気分じゃなかった。で、出ない。高い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 。 AKB の歌は地味にちょっと高い曲が多いね。逆に低い曲もある、あいけど、あのあれ低いよね、なんだっけ、あの雫で歌ってる制服衣装の中盤のやつ、僕たちはあと何回夢を見られる、急に高くなる、なな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 、何の曲だっけな、忘れちゃったけど、すごいはそれは低い。なんか AKB、 あ、そう、光と影の日々だ、そう、それだ。なんか AKB の曲は結構キーが高い曲が多いイメージだけど、なんか結構低いのもあるんやなって思った。いい歌だよね、あれ、めちゃくちゃね、好き。むちゃくちゃ高いのも、まあ、むちゃくちゃ高いことはないけど、ちょっと高めの曲もあるし、まあ、でも基本的に AKB の曲はまあわりかし歌いやすい音なのかしら、どうなのかしら、わからないけど、すごい高いってわけではないけど低いわけではないよね、きっと。うん、でも低い曲、音の方が少なさそう、 高い曲の方が多そうだなっていうイメージ、 AKB の、まあ、うちが今までユニットやってきた中で歌ってきたとか、うん、あ、でもひまわりは A メロ低い、古いバイクでは結構低いなって思った。結構低いっていうか、普通になんていうの、その普段の AKB の曲に比べたら A メロは低いなと思った。あ、365、朝の空を見上げて、あー確かに男の人だと高いかもね、ちょびっと小橋、どうなんだろう。うん、そう、あと何がな、低かったか、あ、でも1919、あ、ちなみにまだドボン続いてるから、私1994の雷鳴も結構 A メロ低くない？タタタタタタタやな。タタ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 低いよね。あの日は空が。では普通にサビは普通やけど A メロ低い。ちょ、 A メロ歌ってないけん分からんけど自分。そう、あの日は空が光ってたよりも愛されるなななな。うん、そんな気がする。ゆいなは高いの低いのどっちが歌いやすい？だって、ゆいなどっちも歌えない、真ん中がいい、真ん中、誰もが歌いやすい音域、ゆいな音域高くないから、高いのも歌えないし低いのも歌えないから、真ん中ぐらいがいいです、真ん中ぐらいが。なんかすごい長いね、この試合、むちゃくちゃ長いんやけど、
かドボンしてるように見えへんやろ。私コメント見ながらドボンやってるんですよ今。そうなの、器用なことやってるやろ。そうね、あ、何が歌いやすいかちょっとよくわかんないね。トゥクトゥン、トゥクトゥン、トゥクトゥン、いやめっちゃ長いよほんまに。あ、終わり、終わった、上がられた。グリフラ高い。ちょっと曲が出てこん。ほんの少しだけどね、いいよね、明日いいことあるかも。高いなちょっと。でも落ちサビとか弾くね。なななな、だだだだだないだだ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 だ。ジャバジャ歌いやすい。ジャバジャってどんなんだっけ。ジャバジャ、ジャバジャしか出てこ。お前はジャバジャ。トゥ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 、ジャブリしか出てこん今。やばいやばい、メロがもう色の歌ありすぎてちょっとなかなか出てこない。フォーチュンクッキー歌いやすいよ確かに。フォーチュンクッキーはなんか誰でも踊りやすいしいいかもね。タンタンタララランタ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 ラララン、あなたのことが好きなのにか、私にまるで今日唇フレーズ、唇フレーズってどんなんやったっけ。唇フレーズ、キスができない、キミオ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 みたいな、ナナナナってやつよね。ちょっとね、私歌ったことないんだよね唇フレーズ、わかんないわ。だからそこしか知らん。キミオ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 か、そんな感じ。でもここしかわからん。わからん、ずっと前からはわかんない、曲わかんない。嵐のようには歌いやすい、歌いやすいって歌ってんの。確かに嵐の夜、なな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 、強く叩く足や風よ、あなたに感じでした。以上、じゃんじゃん、イエーイ。じゃあ今度フレンチキッスさんのあれ 歌うわ。かっこ悪いアイラブ、かっこ悪いアイラブあるんかな、この中に入っとるよね AKB だし。じゃあ今度歌います、それを。出れば、声が出れば。歌います。ではではランキング、13位あきらさん、12位しんどさん、11位ヤングさん、10位よかやんさん、9位ロバさん、8位マーニャンさん、7位ヨッピーさん、6位ジェリーさん、5位ワイマツさん、4位ハル太郎さん、3位チカイシーさん、2位タカさん、そして今日の第1位はキリアさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけでですね、
じゃあこの後から晩ご飯を作って、晩ご飯をイーティングしたいと思います。皆さんも晩ご飯食べてなかったら晩ご飯イーティングしちゃってください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ではまた皆さん明日のショールームでお会いしましょう。